Hi everyone, it's me, Chigusa. 今日はバンクーバーが雨なのでグランビルアイランドに来てきました。グランビルアイランドはいろんな雲がたくさんあって、なんか市場みたいなところです。スイーツとかもいっぱい売ってますね。お肉とかスイーツとか、あと手作りの工芸品みたいなのもいっぱい売ってます。すごいケーキが美味しそう。すごいケーキが美味しそう。とりあえずすごい人すぎて座れそうにないので、一旦ちょっとどこかに避難します。お土産屋さんでお土産をゲットしました。ということで今日はグランビルアイランドに行ってきました。もう本当に人が多くて、結構観光地なので基本的には人が多いんですけれども、今日は雨ということもあり外でご飯が食べられなくて、もう中屋根がある中がもう本当にすごい人混みで、もう何も食べれない状態だったので、ちょっと今日はね、時間をちょっと予定を変更して短縮してちょっと帰ってきたんですけれども、今日はその中でも私が今日は購入したものを皆さんにご紹介していきたいと思います。まずは一つ目はフルーツの、じゃん、見えるかな、はい、ブルーベリーです。ブルーベリーが食べたいということ言われたのでブルーベリーを買いました。日本で買うとコストコさんとかだとちょっと高いので私はあんまり買わないんですけれども、カナダは結構果物が基本的に安いかな。でブルーベリー狩りとかもカナダではできるので、1回だけやったことがあります。すごい楽しかったです。もしあのご興味がある方は探してみるとあるかもしれないですね。はい、ちょっと味見をしてみたいと思います。うん、すっごい甘い、すっごい甘くてめっちゃ美味しいです。粒もね、一粒一粒がすごく大きくてちゃんと食べ応えがあるって感じですね。これはいい買い物ができたんじゃないでしょうか。これもまたフルーツなんですけれども、じゃん、はい、ストロベリーです。これも超でかいんですよね。なんか半分だけにしてって言われて言ったら、これが半分だって言われて、なんかこれ普通に買うともっと大きいみたいです。はい、美味しそうだなと思って、基
本的にイチゴも結構日本と比べると安いですね。では早速味見をしていきたいと思います。安いから水っぽいのかなと思って、こんな感じ。でも一粒一粒もすごい大きいですね。はい、ではいただきます。はい、いちごって言われればいちごなんですけれども、目隠しして食べたらもしかしたらいちごってわからないかもしれない。なんか結構歯ごたえもシャキシャキな感じで、ほんのりいちごっていう感じかな。はい、日本ほどいちごの風味は強くないです。はい、3つ目はこれぞカナダというものを買ってきました。じゃん、わかりますか、これわかるかな。はい、これはスモークサーモンです。スモークサーモンを買ってきました。量り売りで、売ってて、好きなのをこう好きな量だけ言えるんですね。このなんか肉の量り売りとか、もう私日本でも未だによくわからないんですけど、 100g がどれぐらいの量があるのかあんまりよくわからなくて、 100g で、まあ、どんなもんみたいなのを聞いたら、ガサッてこんな感じで言われて、これぐらいでいいかって言われたので、見せてくれるので、量とかもこれぐらいでいいって見せてくださいますので、 OKOK みたいな感じで、で OK であればこういう容器に入れてくれます。はい、もうカナダならではのスモークサーモン、いろんな種類のスモークサーモンがありました。本当にいろんな種類、何これ本当にクックしないで食べれるのみたいなものもあれば、サラミのようなものもあれば、なんかね、いろいろあったので、いろんなものをぜひ挑戦してみてほしいなと思います。ちょっと私はね、本当に今日人多かったので、これとこれとか2つしかちょっと今日は選べなかったので、まずは2つのうちの1つ目、はい、これをちょっといただいてみたいと思います。ではいただきたいと思います。1つがすごいでかい。ちょっと待ってください。もちろんね、買ったら箸とかついてこないので、みんなこうやって手でつまんで歩きながら食べたりもしますね。これは普通にスモークサーモン、日本で売ってるスモークサーモンと一緒ですね。うん、美味しいです。すごい美味しいです。これでだいたい 142g でした。はい、ぜひグランビルアイランドに行った際は試してみてください。美味しそうなお魚がいっぱいです。サーモン、いろんな種類のサーモンがあります。あ、これはスモークされたサーモンです。8つ目、はい、4つ目もサーモンなんですけれども、今回はちょっと違う感じのサーモンです。見えるかな、ちょっと赤いのでキムチっぽいんですけれども、これはメープル、カナダの有名なものといえばもう一つメープルがあると思うんですけれども、メープルキャンディーサーモンといって、メープルって多分つけたものなんですよね。はい、これをちょっといただいてみたいと思います。なんかね、一かけがでかいんですけど、これちっちゃいのないのかな。あ、でもすぐ手でこうやってほぐれちゃうので食べやすいかも。
思ったほど甘くなくって、なんかメープルの香ばしさだけがふわーってくる感じですね。なんだろう、すごい不思議な感じ。スモークサーモンほど生じゃないんだけれども、ちょっと硬くって、わかります、なんか硬いんですよね、硬くって、うん、なんかお酒のおつまみになりそう。うん、美味しいです。5つ目は、これはお土産に買ったんですけれども、実はこれ2年前に行った時も買ったんですよね、お土産に。ですごい美味しかったということで、あのお店も残ってたので買ってきました。はい、これです。何かわかりますか、これ。いろんなちょっと色があって、微妙な色の違いなんですけど、一番濃いのよ。お、こんな感じとか、やっぱね、本当にいろんな色がある、はい、感じかな。はい、これは何だと思いますか。これはハニーです。蜂蜜になります。なんかね、いろんな味の蜂蜜らしくって、ピーチだったりストロベリーだったりレモンだったり、あとこの濃いのだけルートビールだったり、私の嫌いなルートビールの蜂蜜だったり、いろんな味があります。はい、これが4本セットで、売ってます。4本セット、自分で好きな味を選べるんですけれどもね。これはちょっと残念ながら味見ができないんですけれども、お土産なのと、私はなんせ蜂蜜が嫌いなので、メープルシロップも大丈夫なんですけれども、ちょっと蜂蜜が苦手で、蜂蜜好きな、スタッフのためのお土産なので、ちょっと今日は味見ができなくて申し訳ないです。はい、ということで、これが全てになります。本当にね、買い物買うこと自体も今日はちょっと難しいぐらいだったんですけれども、なんとか、この1,2,3,4,5 アイテムをゲットしてきました。ということで、今日はこの5つのアイテム、皆さんにお値段もご紹介していきたいと思うんですけれども、ちょっとその前にクイズ、お値段のプライスクイズをやっていきたいと思います。はい、まずは1つ目、このブルーベリーですね。このブルーベリー、これはいくらでしょうか。 How much?なんか周りが掃除をし始めたので、ちょっとウィーってうるさいかもしれないんですけれども、ちょっと待ってたんですけれども、止まらなそうなので行ってみたいと思います。はい、こちら2つあったんですけれども、2つで、6ドル25セントでしたね。6ドル25セント、なので1個だとまあ大体3ドルちょっとかなっていう感じですね。すごいお安いかなって私は思ったんですけれども、石川県だけかな、ブルーベリー高いの。2つ目のこのストラベリーズですね。ストラベリーズ、この重さ、これ重いんですよ。どしっとした感じで重たくて、この量が入っておいくらでしょうか。はい、こちら、全部で8ドル99セントでした。8ドル99セント、うん、まあそこまで安くはないかなとか思ったんですけれども、まあ結構な量入ってたので、はい、どうだろう、日本だとなんか
日本でまず重ねてイチゴ入れることってないじゃないですか。だからこういうところがもう斬新だなって思うんですけれども、どうだろう、12粒とかで400円とかなので、結構入ってるので安い気もするけど、味的にはちょっといちごっぽくはないので、ちょっと高いかなって食べてみて思いました。そして3つ目のこのスモークサーモンですね。よいしょ、これ開かない。3つ目の、はい、よいしょ、こちらスモークサーモン、はい、これはおいくらでしょうか。どうなんだろう、これも高い安い、まあ結構グランビルアイランドって観光客がたくさん来るところなので、比較的もしかしたら高いかもしれないですね。はい、これは 100g4 ドル40ということで142買ってるので 6.25 ですね。はい、見えますでしょうか、 6.25、はい、ドルでした。でもね、お店とかで食べるとちょっと2切れとかがサラダについてるだけなので、いっぱい食べたいかなっていう方にはおすすめです。そして4つ目のこちらのメープルキャンディーサーモン、はい、こちらはおいくらだと思いますか。さっきのスモークは 100g4 ドル40セント、こっちはもうちょっと高いです。はい、こちらは100g がなんと7ドル70するので 140買ってるので 10.78 になります。 10.78、 はい、どうだろうな、微妙だな、高くもないし安くもないし、決して安くはないかなと思います。ただね、まあ、経験としては一度食べてみてもいいかなっていうメープルキャンディー サーモンなんでね、日本にはないし、カナダのサーモンとメープルが合体されているものなので、まあ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 試すにはいいかなとは思います。はい、ということでグランビルアイランドの様子と、そして物価、そして私の、今日の買い物のご紹介をしました。で、今日は雨だったということもあるし、まあね、学生の時とかはタクシーを使うことがなかったんですけれども、今バンクーバーってタクシーの値段っていうのがそんなに高くはないっていうのを知ったので、今回はね、子供も連れてきてるので、タクシーでグランビルアイランドに行きました。普通だったらね、バスとか、あのね、なんかちっちゃいボートみたいなのとかで、2年前とかは子供たちと生徒たちとボートを渡ってこう海を渡って行ったんですけれども、橋もあるのでね、はい、いろんな行き方があるので、でももし時間がなくてとかゆっくりしたいなっていうことは、タクシーでも全然おすすめです。で、タクシーが私のいるハイアットのホテル、まあ、ダウンタウンの結構ど真ん中なんですけれども、そこからグランビルアイランドまでだいたい車で10分15分くらい、はい、で、だいたい12-13ドルぐらいだったので、あ、結構安いなと、まあ、1人で行くとね、あれなんですけど、まあ、何人か乗り合わせて行ったりとかすると、それでも安いんじゃないかなと思います。はい、ということで皆さんもカナダのバンクーバーに来られたら、ぜひグランビルアイランドに行ってみてください。そして美味しいもの、いろいろ探索してみてください。本当にたくさんのものが売ってるので、私も毎回行くたんびにすごく楽しみにしてて、もうこのサーモンだけは絶対買うんですけど、今回ブルーベリーとかストロベリーとかは初めて買ったので、もう今日はね、本当に人が多くて、なんかもうごった返してたので、ちょっと買える状況じゃなかったりとか、あんまりご飯を食べる状況じゃなかったんですけれども、2年前行った時とかはそこのフードコートみたいなところで、なんだろう、メキシカン料理かな、食べたのはすごい美味しかったし、もしチャンスがあればね、ぜひぜひ外もすっごい景色が綺麗なので、
ただね、バンクーバーは雨っていうことがすごい多いんですよ。バンクーバーのまたの名をレインクーバーっていうぐらい雨が多いので、もし行かれてた時、晴れてたらぜひぜひ外とかもすごい綺麗です。今日は私のグランビルアイランドのご紹介でした。皆さん行ってみたいなって思ってもらえたらすごい嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。またこの動画が役に立ったよ、バンクーバー行ってみたいなって思った方はぜひ高評価お願いします。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。それでは、I will see you next time. Bye bye!